なんていうの、セルフタイマー、なんていうんだろうね、あの遊びなんていうの、知らない。くるくるちょもちょもくるちょもちょも、今日はいい日だね。さあちゃんを見てるくるぶしでてるちょろです。はい、オッケー。これみんないるまとか言っちゃまずいよ。社会勉強。はい、今日はですね、まあせっかくこんなにたくさんのキッズがいるので、お友達のみんな、くるちょもチャンネルだよ。キッズと遊ぶ動画を一本撮ろうかなと。お、全員のパンツにスース塗ったる。JK の間で流行ってると言われる3秒チャレンジっていう、セルフタイムをして、バーッとね、そのカウントダウン中に逃げて誰も映らないようにするというね。なるほど、はい、それはさ、結構こんだけ広いとむずくない3秒で。そうね、なんで画角から外れるのね。そうね、木があるから。まあまあね、でも結構さ、そういうのって教室とかでやってるから割とここに広いから10秒でもいいかもしれない。なるほどね、じゃあくるちょもチャンネルの10秒チャレンジ。はい、全員でカンナムスタイル。ちょっと古いな。じゃあちょっと何枚かやってみますか。な、ね、場所変えてもいいしね。はい、それでは行きましょう。10秒チャレンジ、行ってみたいと思います。じゃあ行きましょう。はい、行くよ。はい、行くよ。はい。誰か一人だけピースしてるけど。ピース。ちょっとさ、あれだね、余裕だね。じゃあ3秒にしよう。やっぱ10秒だ。3秒できる。2秒しかねえやつ。2秒。2秒で逃げてね。2秒で顔隠して。はい、いきますよ。3、2、1。俺が映ってんだ。これね、大きい画面で動画にアップされたら見てね。ちょっと場所変えようか。もう一発だけ撮るか。じゃあちょっと一回ね、ちょっと場所変えてチャレンジしてみましょう。いける？せーの。場所変わりましたけれども、もう一回10秒チャレンジからの2秒チャレンジやっていこうと思いますんで、10秒と2秒1回ね。よっしゃ、ということでいきましょう。じゃあ10秒からいくよ。じゃあ3、2、1。ラストですよ。ラスト。2秒。じゃあいくよ。3、2、1。めっちゃしんどい。いやー、そうね。いや元気だね。いや元気やわ。もう底なしやね、体力がマジで。本当、ほんまに戻りたい。女子高生今こんなことして遊んでるんだよ。らしいな。キッズと3秒チャレンジというか2秒チャレンジ、10秒チャレンジやってみました。シーズン楽しかったね。みんなありがとうね。ありがとう。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。